はい、当てました。薄いっすね、やっぱりファローが下から入るということなので。あ、入りますね。はい、こんにちは、工藤優です、今回はですね、デックレビューです、とあるトランプをですね、今回は皆様にご紹介しようかなというふうに思います。まあ、普段はクラシックのマジックとかをたくさんやってるんですけれども、今回はちょっと打って変わってトランプのご紹介という動画です。で、何かというとですね、インポッシブルカンパニーさんが新しくトランプを作ったんですけれども、それのツイッターでやってたリツイートキャンペーンに私当たってしまいまして、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきまして、2個いただいたんですけれども、2個だけだとあれかなと思ったので、そのまま1ダース分だけ買わせていただきまして、それを今回は開封して、皆様に人生初めてのデックレビューになるので、うまく伝えられるかどうかっていうのが、もう緊張してるんですけれども、今回やっていこうかなというふうに思います。こちらですね。はい、ということで、こちらですね。赤いトランプ。すごいですね、シンプルですね。で、これの紹介文を、見ましょう。インポッシブルカンパニーさんのサイトの紹介文をちょっと読み上げます。下に概要欄のところに貼っておくので URL を、気になる人はそちらからご確認ください。はい。ちょっと読みましょうかね。インポッシブルカンパニーのデックが完成しましたと。で、デザインコンセプトはモダンクラシック。クラシックですね。そんなにシンプル。すごいシンプルだなというふうに感じます。はい。で、弊社のロゴにもなっているペンローズトライアングルでエレメントを構成しております。この三角形のやつが、インポッシブルカンパニーさんの、こっちの方がいいかな。ロゴだということで、このロゴでバッグが作られている、背面が作られているっぽいです。カードの品質は現時点で選択可能な最高です。現時点で選択可能な、ここはちょっとあれですね。現時点で選択可能な最高ランクのものですっていうことですね。USB-CC プレイヤーは何だろうな、B ストップのクラッシュド、わかんないな。つまり、プレスで薄くしています。はい。なるほど。薄いと。で、B の品質に近いみたいですね。この表現だと。薄くても張りは強めで、しなりが絶妙です。で、トラディショナルカットで、ファローシャッフルがフェイス側からスムーズに。ああ、なるほど。はいはいはい。ちょっと後でやります。ファローシャッフルがフェイス側から入るっていうのは。なるほど。薄くて張りがちょっと強めだと。で、しなりもちゃんとあるということみたいです。で、エクストラカードはブランクフェイスとダブルバック。はい。ベタですが、それはつまり汎用性があると。はい。さらに、そうです。デックを今買った方には動画コンテンツが、現時点では、ついてくるみたいなので、そちらもご覧いただければなというふうに思います。見ていただいた方には。はい。お値段が550円。税込みで。ってことで、もうつまり500円ってことですもんね。半端なく安いですね。で、普段使いしていただくために限界まで安くしたということです、ね。まあ、普段使いを目的に作ったということなので、とっても楽しみですね、これ。で、僕、普段ですね、この動画でずっと使っているトランプが、このバイシクルのブラックなんですけれども、基本的に僕トランプを変えないタイプなんですよ。あんまり。変えない、コロコロ変えないタイプ。5年ぐらいはずっと同じトランプを使い続けるタイプで、で、理由がですね、やっぱりトランプの種類によっていろいろこの触った感じとか動き方とか、この、まあ、違うわけですよ。いろいろと。違うわけですよ。違うので、コロコロ変えると、それに僕がついていけないんですよね。ちょっと未熟なもんで。未熟なもんで、感覚が変わってしまうので、思うように、こう、カードを扱えないと。もう全然、筆選びまくっているみたいな。後方筆も選ばずとか言いますけれども、全然後方になりきれないな、というところでございます。はい。なので、普段使っている、このバイシクルのブラックと、こちら、まあ、比較するみたいな形で、今回で、ご紹介していこうかな、というふうに思いますので、ちょっとアングルを変えていきましょう。はい。では、こちらですね。行きましょう。まず、フィルムが。
はい、開けました。さあ、ツルツルしてますね。こんな感じ、結構シンプルでドンとこれがあって、ザ・インポッシブルカンパニー、カンパニー、ここにもロゴがあって、プレミアムペーパー、プレミアムペーパートラディショナルカット、うん、書いてあります。 QR コードとか書いてますね。こんな感じで開けます。いいよ。ここがね、こんな感じ。はい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 。薄いっすね、やっぱり。薄いっすね、これ。そうですね。ジョーカー2枚と、ダブルバックとブランクフェイスがあって、これを抜くと、こう。めちゃめちゃ薄いですね。めちゃめちゃ薄い。感覚、バイシクルと比べて、2枚分 ?4 枚はないと思う。2、3枚分ぐらい薄い感覚ですね。これ。これ、ジョーカーなしで、52枚。これもジョーカーなしで52枚。ちょっと比べようかな。よいしょ。見えない。ほら。見えます?で、2、3枚分普通に薄いですね。こう見ると。はい、で、裏がこんな感じ。ロゴがこう散りばめられていて。全部に。結構柔らかいですね。柔らかいですね。薄さに比べると。普通のバイシクルよりかは全然柔らかいと思います。フェイスを行きましょう。フェイスがこうですね。おっと。スペードね、すごいシンプルに作られてますね。全然邪魔にならないというか、手品でも邪魔にならない感じで、シンプル。で、基本的にはバイシクルと同じ。そうですよね。この絵札が、やっぱり、なんか作られたトランプとかだと、凝って、面白い素敵なデザインの、カードが多いと思うんですけれども、ちょっと変わったデザインのトランプってなると、やっぱり普段使いするのに、マジシャンとしては、ちょっとノイズになっちゃうかなっていう感覚が、僕はあるので、このシンプルなバイシクルと同じっていうところがとても僕はいいなというふうに思います。はい、で、カットなんですけれども、よいしょ。ファローが下から入るということなので、あ、入りますね。バチバチに、スムーズに入ります。超余裕です、これ。シュン。で、ファローが今、フェイスから入るカットになっているので、片手のこいつあるじゃないですか。こいつ、はい、入りましたね。こいつがバックを向けたままこれができるっていうのは一個いいですね。わざわざ表向きにこう持ち返して、こういう風にやらなくてもいい。こっちは入んないですね。エッジなんですけど、すごい柔らかくて、なんだろうな、これ。何って言えばいいんだろうな。すごい、バシバシ、来ます。結構バシバシ来ます。こう、弾いていく感じが、伝わるんですかね。弾いていく感じがバシバシ来るので、例えば、これ、とか、すごい、楽ですね。はい。バイシクルは結構、やっぱり尖っている。シャープというか、鋭いエッジの感じがするんですけど、こっちよりも、こっちの方が、優しいなっていう、手触り、優しいなっていう感じです。で、この広げる感じ。
広げるこの感じはちょっとぬるっとしてますね。ぬるっと広がる感じ。こっちは、うん、なんかドライ、なんかサラサラしているから広がっている、サラサラしているからこうシュッと広がるよっていう感じなんですけど、こっちはちょっとぬるっとしてるから広がるみたいな、ぬるっといくみたいな感じですね。ジョカもすごいシンプルなのですごい使いやすいだろうなっていうふうに思います。中に入れるとまあ、こんな感じでジョーカーが出てくるっていう感じイメージですね。はい、ということで、まあ、一通り、見てみたんですけれども、このカードを使ってちょっとカードを動かして、もっと流動的に動かしてみるとどうなるのかっていうのをもう一度アングル戻して見ていきましょう。はい、ということでですね、このカードを使っていくつかちょっと動きやっていきますか。まずスプレッドするとこんな感じですね。まあ、すごい映えますね。やっぱり黒マットの上に赤っていうのもすごい映えると思うので、でなんかベースアップにカードがなってたらこうなるので、まあ、すごい見やすいですね。ちょっとカードを動かしていきます。よっ、おー、すごいヌルヌルする、すごいヌルヌルする、すごいヌルヌルしますね。こんな感じです、シャッフルしていくと、よし、すごい低い、こう、あ、やっぱ慣れないですね普段使わないトランプだとすごいヌルヌルしてヌルっていっちゃいますね。シュッ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 よっ、好きな数字を言ってもらえますか。あ、これについてくるんだ。よ、6。じゃ最後クラブのエースを上から、6枚目によいしょ、これで1,2,3,4,5,6 と、これがクラブです。シュッ、エースが中でフェイスアップになってると、うん、いいじゃないですか、かっこいいじゃないですか。これめちゃめちゃいいですね。ちょっと違う動きもやってきますね。なんか、これ系だと、これちょっと変な配り方してるんですけど、セカンドですね。見た目こんな感じになります。見た目こんな感じになります。で、手にやっぱ吸い付きますね。よ、なるほど、なるほど、あー、なるほど、なるほど、なるほど、これちょっと慣れが必要だな。うん、やっぱり今触ってての感想なんですけれども、薄いっすね。薄いのとちょっとヌルヌルしてる、ぬるぬるしてる。あ、別にその悪い表現じゃなくて、ぬるっとしている。ぬるっと感っていうのが、すごいこっちのバイシクルとは全然違うなっていう対比としてあるなと思います。まず薄さが違う、うん。で、エンボスとかすごい綺麗になってて、ほぼバイシクルと変わんない感じですね。はい。で、厚さ、ま、1個目が厚さ。がすごい違うっていうところと、2個目がこのなんていう、ちょっとオイリーな広がり、カードのくっついてくる感っていうのがちょっと、バイシクルはもっとドライにさらっとしている印象、なんか冷たい人っていう感じのに対して、こっちはすぐくっついてくる感じですね。
はい、ということで結構触ってきましたけれども、僕がやっぱりずっとこのバイシクルのブラックに慣れているせいで、結構、まだ不慣れなところはあるものの、普通にレギュラーとしてこれ使えますね。使えます。全然僕がこれになってもいいだろうなって。これね、黒が出ると絶対買います。めっちゃ買うと思います、多分。黒出ないですか？黒が欲しいなっていうところですね、これは。黒好きなんですよね。黒が出ると、乗り移るかなっていう感じですね。次のトランプ僕すごい悩んでて、今。バイシクルのブラックを今グロスで買って家にあるんですけれども、それがまだ100個ぐらい残ってて、もともとフェニックスの桂川新平さんのシグネチャーシリーズの、桂川新平さんのフェニックスのやつを使ってたんですけれども、バイシクルに戻してみようかなと思って、バイシクルのブラックに戻したところ、すごい後悔をしているところで、すごい後悔していて、やっぱりフェニックスめちゃくちゃ質が良かったなっていう風に思って、やっと最近バイシクルに慣れてきたものの、やっぱりちょっともう一回バイシクルをワングロス買うかって言われたら買わないかなっていう、思ってるんですよね、僕の中で。で、次の乗り換え先どこにしようかなって考えてるところにこれがあるので、結構心揺らぎますね、これは。これしかも、めちゃくちゃ安いんですよね。550円ですからね。550円で、このクオリティ、とてもいいものを作られましたね。インポッシブルカンパニーさん。なんかやっぱりあれですね、新しいトランプ買うと、ずっと触っていたくなりますね、トランプのことを。やっぱスペードのエース、これかっこいいですよね、これ。シンプル。いいですね。で、気になる方はですね、概要欄のところに、URL、このデックのが買える URL を貼っておきますので、そちらからぜひとも確認してみてください。とてもいいと思います。とてもいいと思います、これは。とてもいいって言ってるのが、マジシャン目線で言っているので、そこだけご了承ください。ちょっとカーディストリーさんとかにとって、カーディストリーにはどうなのかっていうのが、ちょっと僕はやってないので、なんとも言えないんですけれども、マジックをやる上では、これはとってもいいと思いますね。ちょっとバイシクル負けちゃうんじゃないっていう感覚、あります。バイシクル買うよりもこっち買った方が、言い過ぎかな。言い過ぎかもしれないんですけど、うん。めちゃくちゃいいですね。これ500円か。すごいな。はい、ということで、インポッシブルデックの、デックレビューでございました。気になる方はぜひとも、一度手に取っていただければなというふうに思います。すごくですね、多分感動するんじゃないかなっていうふうに、もう感動されるんじゃないかと思います。これで500円かと、550円かというふうにびっくりすると思うので、一度手に取っていただければなというふうに思います。はい。で、まあ、初めてのデックレビューだったんですけれども、ちょっとでも良さが伝わっていれば良いなというふうに思います。さあ、このチャンネル普段はですね、古典のクラシックと呼ばれるカードマジックをやることが多いんですけれども、この先ちょっと違うこともやっていこうかなというふうに思いますので、こういう新しいこととか、いろいろ、皆さんお届けできればなというふうに思っています。で、僕個人のですね、出演情報とか、イベントの情報みたいなところは、公式の LINE の方でですね、見逃さずにチェックできるようになっておりますので、そちらご登録いただけるととっても僕も、嬉しいなというふうに思います。はい、それでは今回は以上です。では。